塩塚高原と塩塚峰地図切りの高原塩塚高原は、徳島県三好市山城町と愛媛県四国中央市、新宮町の境界に位置する標高1043メートルの塩塚峰に広がる高原。徳島県観光協会、徳島新聞社選定と、福島 88K。塩塚高原は近年まで地元農家にかやごえ採取地として活用されていた。良質な、 かやごを守るための野焼きが、現在も行われている。数少ない観光型里山の一つとも言える。塩塚はもともと愛媛での故障で、徳島では、ッキ山と呼ばれていたようである。春は野焼き、夏から秋にかけては、パラグライダー、キャンプ、ススキが、また、夜遅くには、満天の星が鑑賞できることでも有名。塩塚峰を挟んで、 高原の北側に、三好市の塩塚高原キャンプ場、西側に四国中央市の霧の高原、東側に、三好市の塩塚高原展望台がある。高原内の施設を利用することにより、キャンプ、オートキャンプ、パラグライダー、サイクリング等が可能である。四輪、バギー、スカイコースター、ソーソリゲレンで、ビームライフル、ヘラクレスの冒険取りで、ちびっこジャブジャブ池。 クライミングウォールなどがある。山頂へのアクセスルートは大きく分けて6通りあるが、佐賀のルートと平野ルートが一般的である。佐賀のルートと平野ルートは塩塚高原キャンプ場付近で、新瀬川ルートと大たルートは塩塚、高原展望台の東で合流する。佐賀のルートと平野ルートは、高原から遠く離れていない場所に民家があり。 三好市と四国中央市がそれぞれ道路改良を進めている。おまたルートは、物資谷川沿いの道路福院が、主要にルートほど広くはない。ありがとうございます。